ウィングウィング高岡は、富山県高岡市にある公益施設と民間施設が入居する複合施設。2004年、高岡駅前に市第一街区第一種市街地、再開発事業による再開発ビルとして、西日本旅客鉄道、愛の風と山鉄道高岡駅前に完成した。ビルは12階建ての公益施設棟と14階建ての民間施設棟から構成され、 図書館、学校、ホテル、オフィス、飲食店などが入居する。ビルの設計は株式会社市設計、株式会社日建設計、株式会社総建築事務所。施工は、鹿島建設株式会社、塩谷建設株式会社、寺崎工業、株式会社。管理運営は、ウィングウィング高岡に本社を置く末広、開発株式会社。 公益施設棟の2階と3階には、高岡市立中央図書館、7階から12階には、富山県立式や高等学校が入居する。高岡市立中央図書館は、ウィングウィング高岡の完成に伴い、高岡古城公園から移転した。高岡市立中央図書館には、高岡市出身の漫画家藤子、F、藤尾の作品を集めた、ドラえもん文庫がある。 2011年には近くの商業施設を旅やセリオに隣接する広場、万葉の森が駐車場になることに伴い、広場にあった漫画、ドラえもんのキャラクターのモニュメント、ドラえもんの散歩道が撤去されて、高岡市に寄贈され、ウィングウィング高岡前の広場に移設された。2019年10月に開業15周年記念の一環として、 スクラップ主催の体験型ゲームイベント、リアル脱出ゲーム名探偵、コナン、群上の美術館からの脱出群上の美術館からの脱出、もう一つの真実と山公演が開催された。ありがとうございます。